やばすぎる。これしかない、これだけですね。あの時全国大会で解禁されたばかりで、曲を持ってる人とプレイしないとそもそも遊べないんだって。ないと遊べないんで、全国優勝者の方をお呼びしました。え、どうも、すいません。今あの4連発中ですね。まだ遊べないんですよ、気持ちを。あ、普通の人は、はい、遊べなくて、この全国大会出た8人の方しか持ってないんですよ。そこから全国広がってる。8人しか、そういうレベル。プロのピアニストの方なんで、頑張ってほしいですね。さっき選べなかったやつか。本当だ。おお、来た。これや。みんなが言ってたやつ。神曲だけどこれ基礎譜面なんですか。いや、本当に神曲なんですけど。よし、行くぞ。行きましょう。お願いします。あ、行った。ごく激辛ペヤング食べる人みたいな反応されて、いったんマジでペヤング見ただけで伝わる。ガチョンって人生で1回しかできないから、これ50年プレイマジで貴重。とんでもない、これ歴史的資料だから。俺の中で歴史的資料です、これ。最初はね、最初は落ち着いている。生ぬるいこと考えてたら遠慮してられないと。こっちを壊しに来てるんだから、こっちを壊しに来てるんだから。
1.4 は、もちろん壊したらダメだけど、まあもちろん。こんな譜面作るってことは、ある程度の速度対応してるからね、この機械も。70は安定して乗ってきましたからね。骨折してるの何人かいます。本当ですか。ちゃんと折れてるじゃないですか。73% まで来ました。開始3時間ぐらい経って最大がね 73% です。前もやったら骨の形変形するんですか。変形します。骨出てきます。こっちもスカスカ塗ってですね、骨が出っ張っちゃって。人間の形変わるんだ、あのゲーム。ではヨシキさん、つなぎ手のプレーお願いします。フルコンボ、いやさらっと言ってますけどフルコンボでもねめちゃくちゃすごいですからね。これさあ楽曲がつなぎ手、はい、なんとマイマイ5年ぶりの最高難易度レベル15リマスターです。全国大会の決勝で発表されたというまだね出たての楽曲、まあ、この辺りはマイマイの基礎的な、ね、譜面を振り返る、この辺まだ楽しむ余裕あります。でこの辺からちょっとなんかあの不穏な空気が漂い始めて、あれ今自分どこにいるんだっけっていう、ちょっとあの異国の街にいる感出てくる。で、あ、言葉通じないんだって、今までの常識が通じないっていうのがこの辺であの理解できますね。ね、今日ちょっとね僕も挑戦してるんですけど、あの人間がねプレイするもんじゃないですよこれ。本人曰くさっきの場所はもうマジで繊細なコントロールとかじゃなくてパワーですと言ってました。音ゲーに見えてね格ゲーなんですねこれ。そしてこのスライドも入り混じった複雑なノーツもしっかりとさばいていって、このまま回転地帯へ突入。わ、来た大回転地帯1回目。そしてこの大回転地帯の抜けて2回目逆回り、左手利き手だけに甘やかさない不面制服者の悪意を感じます。さあしかしコンボ742コンボ抜けて第2の休憩地帯に入ります。本当ね音ゲーとしてね曲楽しむ余裕あるのこの辺ぐらいだけっすよ。あともう打音で音楽聞こえないからな。この辺りも気を抜くとグレてしまうと言ってました。でこの後ですよ、この後がやばい。サクリをやめへんだが、うまい。あの連打マジでやばいんだよな。とんでも回転したいよ。超えて先根も突破。この辺からね、なんだろうな、人間がね、天国に行くときに多分こんな感じの景色見えるんだろうなっていう、今までのマイマイ人生を振り返る。あれ、マイマイって始めたとき楽しかったよなって、楽しかったはずなのになって、今なんでこんなことになってんだろうなって、プレイヤーたちの、本領が、え？それやばくないですか、ニグレって。ちょっと待って、え、ニグレってやばくないですか。え？にぐれ
うますぎる。こんな後ろで喋ってんのにニグレを叩き出してた。全国トップ5に入るのではないかというスコアが今一発で出ました。やば、うますぎる。よしきさん神プレーありがとうございました。気づいたら夜ですね。見てください、ちゃんと打撲しました筋トレもそうだけど、やっぱこう破壊されることで強くなるというかさ、何よりも一日毎毎やったいい記念になったかなと。マイマイさん、あのプロの演奏家が本気で一日やってもクリアすらできないような譜面出さない方がいいですよ帰り道にピアノがあるみたいなんでちょっと寄ってこうかなと思いました。あいつでちょっとプレイ、もう一プレイしていこうかなと。Thank you.